水質悪化の原因は遺跡内の水源にあると。苦戦してるな。私文章まとめるのが苦手で。ロジーさんは書かなくていいんですか？報告書とっくに提出したよ。え、いつの間に。出す前に見せてほしかったな。苦手ならなおさら一人でやった方がいい。錬金術と同じ慣れが大事だ。はい。今後のために装備を強化していこうと思う。それは俺に任せてくれ。あ、はい、お願いします。ダメです。こんなミスだらけの申請書は通せません。修正後再提出してください。え、今マリオは外出中で。ご自分でどうぞ。さらに苦手な人がいたか。道を通り抜けてく風が知らない香りを運んでくる。街角に積もる寂しさ、手を繋いで空へと旅立ってく。雲に隠れた空の向こうに何かが待っているの。きっとそこに私の知らない世界が広がっているだから。あの日夢見たこことは違うどこか遠い場所を目指して、道の端を明日へとかけて、夜の先を見つめて走る。昨日に足を取られそうでも後ろ見たりはもうしないよ。涙のにじむ黄昏色、未来を探す私の色。怖がらないで扉開けば、みんなが待ってる。この番組はポニーキャニオンとご覧のスポンサーの提供でお送りします。どうぞご自由にお使いください。立派な作りですね。ちょっと手を入れれば十分住めそうね。本当にお借りしていいんですか？はい、このリンゴハウスは収穫機しか使いませんので。薬師の方が来てくれてみんなも喜んでいます。医者も少ない町ですから。必要なものがあればおっしゃってください。いいの？じゃあ、いやいや、大丈夫です。あらあら。しばらくはここを拠点に活動ね。ウィルベルさんも一緒に住めば。お気遣いなく。私は風の吹くまま、気の向くまま、自由気ままな風来坊。やっぱりあなたたちだったのね。あ、マリオンさん。まあ、リンカがいた時点でいる気がしたけど、中央のエリート様がなんでこんな辺境にいるわけ？いろいろあってね。今はここの開発班班長なの。じゃああの子たちの上司？そうよ。マリオンさん、お姉ちゃんのこと何か知りませんか？どんなことでも。ニオちゃん、たとえ知ってても教えられない。お互いの立場を考えて。ほんと相変わらず石頭ね、あんたって。まあ、本来なら中央に報告しなければいけないところだけど、今回はあの二人を助けてくれたみたいだし、知らないことにしてあげるわ。マリオンさん。ただし街で余計なことはしないように。特にウィルベル。わかってるわよ。じゃ、ベロベロベー。私なりにもあの子のこと探しているから。
今、うちの班長いなかったか？うん、知り合いなの。前に少し…ね。え、そうなんですか？そうよ、言わなかったっけ。もちろんあの天然おバカ剣士もね。リンカさんもですか？失礼だろ。あ、そうそう、クローネから聞きました。ニオさんここに住むんですよね。うん、しばらくは薬屋を開くの。へえ。だけど、こんな物置小屋でいいのか？お、あ、模様替えしましょう。お、やるとなったら思いっきりやりたいわね。ここでいいですか？うん。だーる。ほほ。ねえ、ところでこれ何？おお、感覚あるんだ。あ、ありますよ。何それ、どうなってんの？あ、俺もずっと思ってたんだ。ただのアクセサリーですけど。動いたり感覚があるのに、錬金術で作ったものか。さすがロジーさん。そうです、これは私が子供の頃お母さんが作ってくれたものです。お母さんも錬金術師なの？はい、だったと言うべきかも。私が小さい頃流行り病で亡くなって。あ、ごめんね。いえ、正直お母さんの記憶もあまりないですし。おかしな話だな、習った錬金術は覚えているのに。ですよね。エスカ、あんた能天気でお気楽なだけかと思ってたけど、意外と苦労してるのね。そんなことは。あれ、今私何気にひどいこと言われました？ま、ちょっとやる気を出せばこんなもんね。ウィルベルさんは何もしてないような。次は中のものの調達ね。何がいるかな。ベッドにテーブル、椅子。小物はセンスが必要だから私とニオが担当するわ。二人は家具担当。はい。ん？センス？テーブルは折りたたみぐらいでいいかな。あ、できれば。大きなテーブルか。一人暮らしに必要か。薬の調合に必要なんですよ、きっと。家具ってどこで買えばいいんだ？そうですね。はいはい、そこ行く錬金術師のお二方。それから怪しい格好したお姉さん。あ、カトラちゃん、こんにちは。誰が怪しいって？おやおや、これは間違えました。怪しい格好した美人のお姉さん。ならいいわ。いいのかよ。そうだ、カトラちゃん。はい。このお店は家具なんかも扱ってる？いやいや、どう見たって小物か雑貨程度でしょう。もちろん扱っておりますとも。ご要望があればどんな品でもお取り寄せいたしますが。そうなんだ。待った、エスカ、こいつはちゃっかり者だ。結構な仲介料を取られるぞ。あ、ごめんなさい、悪いけどやっぱり尻尾。私もこの尻尾欲しい。ダメ、それはお姉ちゃんのでしょ。欲しい欲しい欲しい。もういい加減にしなさい。欲しい欲しい。行きますよ。ごめんなさいね。欲しい。うんうん、その尻尾やっぱり気になるよね。子供ならなおさら。そうですか。錬金術師のお姉さん、その尻尾うちで買い取らせていただけませんか？ダメだよこれは。いくらならお譲りいただけます？高額で引き取らせていただきます。だから金額とかじゃなくて。ちょっと、高額っていくらくらい？ふちょふちょ、コール売ってもいいんじゃない？ウィルベルさん、なんで乗っかってるんだよ。絶対に売りません。これはお母さんの大切な形なんです。そうですか、思い出の品なら致し方ありませんね。作ったお母さんがもういないんじゃね。ごめんね。錬金術で作ったものなら同じように作ればいいんじゃないか。理屈的には可能だろ。それだ。いいですか、このコルセートの主な収入源は特産物であるリンゴの出荷です。
ですが、それも年1回の収穫のみ。それ以外は細々とした交易によってのみ支えられています。経済が潤わないのも当然です。ですが、もしもこの斬新なアクセサリーを大量生産し中央へと出荷したら、おそらく一大ブームが巻き起こり、町の経済も活性化。経済面で滞っていた諸問題が一気に解決されます。うんうん、そんなにうまくいくとは。まあ、ありえない話ではないな。ロディ様で、あ、悪い。錬金術はお金儲けに使うものじゃありませんよ。みんなを幸せにするためにあるんです。いえいえ、十分みんなの幸せになるんじゃないかな。とりあえず今はテーブルです。行きましょう、ロディさん。ああ。ここでなら手に入りそうだな。エスカじゃないか。あれ、お兄ちゃん。よう、エスカちゃん。こんにちは。どうしたの。発着場の床を何枚か張り替えようと思ってね。そっちは。リンゴの樽かい。違います、今日は家具が欲しくて。家具。ベッドとテーブルと、あ、椅子を。なんだエスカちゃん、そっちの男と初対を持つのかい。え、違いますよ、俺たちはただのお使いです。なんだ、驚かさないでくれよ。もう、どうしてお兄ちゃんまで。で、どんなものを探しで。そうだな、俺なんかいいんじゃないか。ダメですよロジーさん、もっとニオさんのイメージとか考えてください。そうか、俺にはよくわからないな。特注でもいいぜ、言われりゃ何でも作ってやるよ。何でも。そりゃな、俺らは職人だ。錬金術はできなくてもガキの頃から使い続けた道具とこの腕がある。何だって作ってみせるぜ。イメージでいいから書いてくれ。3日で仕上げるなんてすごいな。はい、改めて思ったよ、職人も錬金術師も技術を受け継いで腕を磨いていくところは変わらないんだって。あの、ロジーさん。どうした。私、尻尾を錬金してみようと思うんです。え、やっていただけるんですか。うん、自信ないけど試してみるよ。お願いします。わーいわーいわーい。どうして突然やる気になったんだ。この尻尾は病気だったお母さんが私が寂しくないよう作ってくれたものなんです。作った時は私も一緒に手伝っていたんです。私の錬金術の基礎はお母さんに教わりました。ああ、聞いたよ。ロジーさんも言ってましたよね、お母さんのことは覚えてないのに錬金術を覚えてるのはおかしな話だって。一度腕に染みついた技術はなかなか忘れるものじゃないからな。同じ尻尾を作ったらお母さんのことももっと思い出せるかもって。動く尻尾なんて聞いたことないしな。ましてや感覚もつながってるなんて。あ、そうだ、クローネなら何か知ってるかも。あらあら、尻尾のレシピですか。うん、残ってないかな。生前のミリアは何かを書き残したりはあまりしない人でした。大雑把な性格で。だよね。とはいえ絶対にというわけでもありませんでしたが。え、資料はこれで全部です。ありがとう、ちょっと調べてみるね。ないな。
錬金術に関するものはほとんどないな。ですね。あれ？あ、この絵本。ハチドリ姫の大冒険。はい、小さい頃よくクローネに読んでもらいました。懐かしいな。それって探し物中のダメなパターンだよな。思い出しました。え、そうだ、あの時のだ。記憶を頼りに集めてみました。料理でもできそうだな。とにかく試しにやってみます。けど動かない？形だけのただのアクセサリーですね。すみません、技術不足なのか何か素材が足りなかったのか。いい線いってたと思うけどな。カトラカンパニー設立の夢が。残念です。やっぱりそんなことを考えていたんだな。動くはずのものが動かないなら無理やりにでも動かすのみ。物質を司る精霊よ。何の騒ぎ？逃がすな！え？何？マリオ、下がって！いい方！はい！こいつ！お？自分に誰もいないと思えば。ん？そこで何を？でっかい！ソルさん、危ない！え？ほぉー！エシカ君、ロジー何の集まりかな？何やら盛り上がってるな。支部長？今はダメだ！避けろ！何が？なんだ、あ、そこは。
大惨事だ。だから言ったでしょう、余計なことするなって。まったく、あなたやっぱり私もですか。うん、報告書に加えて始末書まで。まあ、みんな笑って許してくれてよかったじゃないか。そうですけど、尻尾、ウィルベルさんの魔法が切れたらすぐに動かなくなりましたね。はあ、まだまだお母さんには及ばないってことでしょうか。結局何が足りなかったのかな。案外エスカのことを思う気持ちとかな。え？病気であまり構ってやれない娘に寂しい思いをさせないようにとか。上手に焼けてるといいけど。いただきます。おいしい。ま、私が作るお菓子には及ばないけどね。ウィルベルさん作れるんですか。当然、魔女が作るお菓子だもん。おいしいに決まってるでしょ。へえ、知りませんでした。え、本当に知らないの。テーブルを大きくした理由、こういうことだったんだな。二人のおかげです。素敵なテーブル、ありがとう。今度、私にお菓子作ってくれませんか。ただじゃ作れないわね。いいじゃないですか。この番組はポニーキャニオンとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。